皆さんこんにちは。こんにちは。はい、先週のですねニコ生からゴジラが来ておりますけど、そもそもゴジラを撮ってなかったということで撮ります。はい、行きましょう。本日ですね、村井さんはお口の中がですね、あ、そっか。おいでますよ、おいでますよ。そうですね、今日はちょっと村井さんホストで行きます、はい、なので僕たちは参加すればいいだけですね。はい、はい、でなぜさっきからですね村井さんが一言もそう発していないのかというと、ちょっとお口の中がひどい有様らしくてですね、口内炎ってなんで今僕殴られたのか全然わかんないですけど、口内炎がひどいらしくてですね、はい、ちょっと喋るのも困難ということらしいです。はい、で、ゴジラにはですねちょっとこのパーティーで挑んでみます。学びでよかったかな、ちょっとよくわかんなくなってきたけど、もういいんじゃない、固定放題もういいんじゃないか、生かす作戦、ゴジラが出てきたことを想定したパーティーですか。そうです、うん、はい、デストロイヤーが出てきた時のことは全く考えておりません。なのでデストロイヤーが出てきたらですね非常に悲しいんですけども、頑張って勝つだけです、ね、そうですね、はい、でなんでゴジラ相手なのに光2体もいるんだという話なんですけども、どうもですね村井さんがですねなんかゴジラをいともたやすく撃破したらしいです、うん、でその時のパーティーがですね、この砲台アーサーとノンノみたいでガンガンってやったらすぐ終わったよって言ってて、うん、はぁ、みたいな。で、僕もですね、ゼウスいたらですね結構簡単になんだっけゴジラさん倒せましたので、うん、はい、ちょっとね連れてっちゃおうかなっていう感じです。 HP もなかなかあります。はい、で光の人がですねゴジラの拡散弾となんだっけ移動攻撃を食らわなければ、うん、まあ耐えられるんじゃないかという、なので全力で砲台をですねドカドカさせて勝ちましょうかと、そんな感じですかね、はい、ちょっと村井さんのゴジラ簡単だったよ発言に僕はちょっと驚きを隠せなくてですね嘘みたいな強いよこいつみたいな、もう顔真顔ですけどねさっきからずっと何なんだ、相当痛いみたいですね、相当痛いみたいですね。さっき僕とマミルトンは村井さんが声を発した瞬間に立ち会ったんですけれども、なんか口の中にねなんか飴でも入ってるかのようなアメちゃん食べてるみたいなそれぐらい結構ひどいみたいですよ。1個じゃないんでしたっけ確か口内炎複数1個がもう口内炎はもう大して痛くないね。ああ痛いのは下ベロ激しく噛んだそれやね。あ、なるほど。ちょっと今説明のためにお話ししてもらいましたけども、顔がピキピキしてますね。なんか一度いいんですか、見に行っても見てもらった方がお医者様に大丈夫ですか。なんか治り格段に早くなると思いますけどもね。はい、でなんだっけ、デストロイヤーかゴジラが出てくるまでの道中はねそんなに気をつけるとこないのでサクサク進んでしまいます。ガイガンもそこまで強くはないですからね。はい、しゃべれない分ジェスチャーでリズムをとって、なんだよくわからない、よくわからないんですけどなんかデンプシーロールでも出しそうな感じですよねよっしゃ。マミルトンさん、さっき、はい、僕ツイッター見たらなんかゴジ玉でね、ガチャやってまして、街が赤く燃えておりましたけど、街が赤く燃えました。あれ、なんか悲しいんですけど、なんなんですか、あれは、なんだったんですかなんだったんですか、あれはなんだったんでしょう、運営さんからもらったゴジ玉、ああ。今朝いただきましたからね。あれであんなハッピーなことが起きてたんですか。ありがたく頂戴しました。本当ですか。メカゴジラ。
あ、メカゴジラだったんですか。あ、なんだ、うん、なんだって別にあの、ね、あれですよザ、ザそういうのじゃない、そういうのじゃない、そういうのじゃない。いや、すげえなと思って、よかったなと思って。でメカゴジラ一番欲しかったら全然出ないっていう人からすごいリップもらって、何が一番当たりなのか人によって違うんだなと思いました。まあそうっすね、うん、自分が持ってないキャラがやっぱ欲しいですね。それありますね、それあります。ほんと結構僕もですね、あんたら結構強いキャラ持ってるやんけって言われるんですけどもまあ自分が持ってないのは欲しいですよね、やっぱり、うん、もう黙々と進んでますけども、うん、次ボスかな。あ、ボスですね。はい、何出るかな。デストロイヤーかな。ゴジラ欲しいっすよね。ゴジラ欲しいんすよ僕ね。今日は25日、うん、あとちょっとですよ、うん、本当だ。31までですよね。早く手に入れちゃわないと終わっちゃう。終わっちゃいます。だから僕ちょっといつも使ってる水パでゴジラなんとか勝てそうだなとか思って頑張ってたんですけど、ちょっと方針を変えてですね、もう強いキャラいっぱい使って一番最初にゴジラを取ろうと思ってそうしないとね、悔しいし悲しいし。村井さんなんかもう持ってるしゴジラ、いつの間にか、いつの間にやらいいなぁ。で、ゴジラはガチャの方はあんま出ないし。おっちょっとアンチ重力バリア少ないから時間かかりそうですね。おお、うまい。倒した。あれ、まだ次は最後じゃないのかな。まだですか。はい、なんかゴジ、いあ、撃ったおー、強い強い。インターネット上ではですね、ゴジラ出現の、なんだなんていうんですか、法則じゃないんですけど、こんな感じなんじゃないみたいなのが語られておりまして、なんかスピクリすると出やすいみたいな、ね、本当かは分かんないですよとか言われてたりします。ただずっとスピクリしてんのに9連続デストロイヤーだったみたいな方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、かもしれないですけど、どうなんでしょうね。あ、ちょっとかすめた。僕まだゴジラに会ったの5回か 6回目かなぐらいですね。ずっと回ってますけど、このゴジラコラボのステージ。だって富士山の行き帰りしも回してもうずっとやってた疲れてるはずなのにちょっと動画撮ってもらっていいですか。あん時は、ね、元気だわ。帰りね、帰り、そうですね、ゴジラ出て動画撮りましたねしゃあ、ちょうど勝てそうだったので一応残しておきました。じゃあ私も使ってしまおう。いいな、やっぱ通常進化の方がかっこいいぞ。お、ナイスセッツですね。これはもうよし、おお、いった、ドンドンドン、撃破。さあどっちが出てくるのか、どっちかな。落ちた落ちた。さあ頼みますよ、僕たちは対ゴジラのパーティーを組んできたんですよ。
ぜひゴジラさんに出てきてほしい。ゴジラマが出ない、参ります、ドロップして参ります。あ、クソ、絆絆が溜まった。よし、次だ、いきますよ。ホームまあね、まあまあしょうがないですね。いきましょう、デストロイヤーに挑戦する。全然デストロイヤー向けのパーティーではないんですけども、まあ負けることはないでしょう。え、ん、なんすか、え、なんかいなかった今、ん、あれ、え、あ、あれ、あれ、先にスタートしちゃった。あ、マミルトンが入ってない時に、うん、あー、なるほどそういうことが起きるんですね。そういうことが起きるんですね知らなかった、知らなかったです、ほんと私も知らなかった。あら、先にスタートしちゃった見ると置いてけぼりにされちゃった。 あら、50じゃなかったくそ、これが欲しいな。大丈夫かな、このあのデストロイヤーっていうか怪獣シリーズのこの鳴き声が僕何かにずっと似てるなって思ってたんですよ。それでうーんって考えてたら、この前やっと分かって、チャーリーズ・エンジェルズっていう映画あるじゃないですか、1の方ですね、あ、2にも出てきますけど、あれにあのロン毛男っていうやつが出てきて、そいつが規制を発するんですよ。それがあの鳴き声にすごい似てます。全然分からん、全然分かんない誰か分かんないかなあのココリコ田中みたいな方が出てる、出演されてるんですよ。でその人がなんか神フェチの人で、なんかあのルーシー・リュウでしたっけ、あれルーシー・リュウだっけ、なんか名前間違えてるかも。それの髪とかをこうピッて引きちぎって、こうやって匂いを嗅ぐんですよ。はぁーってキャーって言うんですけど、それがあのこの怪獣のね鳴き声とねそっくりこれ絶対ね、あのこれこ動画ご覧になられた方でね、あのコメント欄で似てる似てる似てるばっかりですよ。おはようチャーリー、おはようエンジェルたちおはようチャーリーあれ、なんで僕だけ、わかんないです、見たことない。あ、本当、あ、そっか、ごめん、そんなね、そこまで面白くないけどね、あの暇つぶしに見るのはありだと思いますよ、チャーリーズエンジェル。多分みんなさっきの怪力なところ巻き戻してみる。あれ、でもね、本当に似てるんだって本当に似てるんだって、うーんとかね、キエーって言うんですかね。そうか、順調ですね順調ですね。対ゴジラパーティーなのにもかかわらず、はい。で、デストロイヤーの方はなんか普通にカンカン叩いたり、弱点をね、水属性のやつとかに通過するだけでもスピクリできたりしちゃいますからね。うん、いや、そんなことないですよ。まあ、ゴジラと一緒で、あの4本目になると急に硬くなりますけど、それまでは柔らかいです。はい。ただね、僕調子に乗ってて適当にプレイしてたんですよ。そしたら2回ぐらい負けたことありますのではい、ナメプがいいね、よくない、ダメ、うん、おー、はい、もう結構このゴジラコラボのステージ遊んでて、この後ろで流れている BGM、 あれがふとした瞬間になんか鼻歌とかでハー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 とか言ってやってる時ありますよ。頭の中に流れるんですよ。なんでピエー出た。ゥン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 。はい。これ。これね、もうロン毛男。ロン毛男。チャーリーズエンジェルに出てくるロン毛男。また見たいな。ああいうなんか単純に楽しめるね、エンタメ寄りの映画っていいですよね。ドライブソング、うん、見る見る。
昔の映画を何回も見るのが好きですからね。あ、これもラストステージか、うん、ラストステージか。じゃあボスだけやっちゃいましょうか。このデストロイヤー戦になった途端急激になんか緩い雰囲気になるっていう何なんでしょうか。あー遠いな、遠いっていうか当たんないか。でもやっちゃいます。この針じゃない、羽をすり抜けられないかしら。ナイスショット。ああ無理だ全然無理だあ、あ、私すごいな。マックスやってると無声映画あ見てる人。もう一発。あ。うん。じわじわ削られて。じわじわ削られてますね。これで倒したんじゃないか。おっしゃー、さすが。おー落ちた。結構落ちますよね。ゴジラの時に限って落ちないですよね。ゴジラ勝ったって言ってこうやってさーってやってる時にそのままねキラーンってなんないで終わった時すごい悲しかった。おっしゃ、いいな。ゴジラも落ちました。うん、もうこう行きます。おいすいすもうこう行きましょうか。じゃあまた同じやつで行きますか。皆さんご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方は、チャンネル登録を、ニコニコのマックスムライブでご視聴の方はお気に入り登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。